これポイントはいくつもありまして、その中でまあやっぱり一番大事なのは足です。でまず大きく一つは動きながら打たないっていうことが大事です。もちろん今練習なのでコースが決まってて、ここに2本ここに1本ってコース決まってるんですけど、一番ダメなのは全部こう動きながら打つっていうことが一番ダメです。なるべく普通にまず止まって打つ、で次動く、でまた止まって打つ、で次動くっていうイメージです。でちょっと動きながら打つダメなのでやります。